数分歩いたたら綺麗なな湖のほとりに出た、まあ、なんか人が主語になったら簡単に書けそうな気がしますよね。えー、例えば「We」を主語にするんだったら「After we walked a few minutes」で「We came to」みたいな感じで書いてあげればいけそうな気がするんですがこれ選択肢見てあげると「 人間アスしかないんですよで明日はこれ目的語とか前置詞の後ろにしか持ってくることができませんからあ,あじゃあウィーを主語にしたりすることはできないんですねでじゃあどうしようかってことなんですがまあ、やはり文全体の鍵を握るのは動詞ですブロートが使われているんですよですからまあ、これを見た瞬間にはいはいじゃあこの構造ねっていうのが浮かんだならば一番いいですしまあ、というか浮かばなかったらもはや打つ手がないんですよね、えー、で このブリングっていうのでちゃんと頭に入れておいてほしいのがあのブリング a o b ですね。ブリング a to b 第三文型になるんですけどもブリング A。だいたいここ人が来るんですよ。 えですがまあ A を B へと連れてくるですね、A、ブリングの場合は来るという風なイメージになりますですからまあこれに当てはめていくしかないわけですよね A を B へと連れてくるだとするならばアスっていうのはこれは目的語的な位置にしか使えないですしでこの内容的に見たら A を B へと連れてくる要はこれは A が連れてこられる場所なんですよねこの A が ここの B へと連れてこられててららるるってイメージになるわけですからあだったら「アービューティフル・レイク」っていうのが B の位置に来てそして「アス」っていうのが A の位置に来るのかなだったらあと主語は何にしましょうかってことになりますが、まあ、主語になるのはじゃあ残り物の,の名詞を使えばいいと。そうすると「アーフュー・ミニッツ」ってなってますがこれいわゆる所有格ですからね。で所有格が来ているということは。 あ、だったらこれって名詞とくっつかないといけませんから。えー、名詞とくっつかないといけませんから、あ、few minutes。あ、じゃ、あこのウォークはもうこれ実は。名詞なんですね。徒歩っていうふうに取るしかないだろう。ということで、出来上がったのが、こんな形。あ、few minutes walk brought as to a beautiful lake。 ま、このブリングっていうのが、やはりこの無生物主語構文で、主語、ブリング A to B で、S は A を B へと連れてくるというのをちゃんと押さえておかなければいけませんよという問題になります。あの、ま、無生物主語って言われるときは、やはり動詞なんですよね。動詞がちゃんと頭に入っていさえすれば、それで見えてくる。 問題ですので、まあ、しっかりとこの動詞の語法を押さえておくと言ってもむずく複雑な初めて見る動詞はないですからねあの知っている動詞がこれが無生物でも使えますよっていうことで押さえておくそして無生物死後鉱文って大体においてはまあここがまあ原因のような働きをする、まあ、原因手段方法とかねそういったものが入ってくるんですよということで、えー、合わせて押さえておいてください。